はい、皆さんこんにちは。ロシンロールプロスタッフの大谷雄介です。よろしくお願いします。本日、僕が、皆さんにご紹介したいのは、ロシンロールでは、スキーのギアとかは皆さんご存知だと思いますが、そのロシンロールが満を持して、発表します、このロシンロールのアパレル、ロシンロールアパレルで作られているロシンロールの、シューズ、こちらは、タウンユース向けで開発されています。イタリアの開発チームがこのタウンで映えるシューズをコンセプトに、こういったフルレザーのシューズを開発して、そして発表しております。ご覧のように全てがレザーで、タングもシンプル、そこにこういったアイコニックなロシンロールアパレルのロゴがついています。商品名はアベルと言います。ロシンロールのアパレル、ロシンロールアパレルのインスタグラムにも頻繁に出てきております。これから夏を本番に迎える中、足元はこの白色のアベルを履いていただいて、ぜひ冬シーズンに向けて夏のタウンユースでの使用で楽しんでいただければと思います。このアベル、すでにロシンロールのウェブショップ、そして一部店舗にてもうすでに販売しております。ぜひお買い求めいただいて、この快適なシューズで夏を楽しんでいただければと思います。はい、先ほどご紹介しましたロシンロールアパレルのレザーデッキシューズ、そして今回ご紹介したいのが、我々がロシンロールが得意としている、よりアウトドア、タウンユースからよりアウトドアに向けたロシンロールアパレルのシューズのご紹介です。まずはこちらのシューズ、ランニングシューズです。このロシンロールのランニングシューズですが、もちろんこちらもイタリアのデザインチームが開発しております。デザイン性にも優れているので、もちろんタウンユースでもいいんですけれども、この3つの、シューズに共通しているのが、トレイルランニングのテクノロジー、トレイルランニングのシューズで使っているソールの、センサー3というテクノロジーを使っておりまして、非常にグリップ力が優れている、そして、快適に、歩ける、走れるというような素材を、使ったソールを、搭載している、だからファッショナブルかつ、機能性にも優れているこのランニングシューズ。そして、こちらが、ヒーローと、書いてありますが、我々のロシンロールのスキーのアイコンでもありますレーシングスキーのヒーローを、このシューズに落とし込んだ、こちらも、タウンユースで、使っていただけるようなシューズです。こちら、非常に防水性にも優れてますので、夏はもちろん秋口から、冬でもファッショナブルに、履いていただけるようなシューズになっております。でこちらがもう1点、さらにはこちら、ハイシーズン、ウィンターのハイシーズンでご活躍いただけるような、ウィンターシューズになっています。この3つ、我々のロシンロールブランドでもありますトレイルランニングのシューズで使っているセンサー3というソールが搭載されております。特にここ白馬村では冬は、路面もアイスバーンになります。そういったところでも非常にグリップ性が優れております。スキー場までの道のり、安全に歩いていただいてスキーを快適に過ごす、さらにはスキーからの帰り、この靴を履いてファッショナブルにアフタースキーを楽しんでいただけるような商品が出ております。こちらの商品は秋口からウェブショップ等に出てくると思います。ぜひこの靴の登場を皆さん楽しみにしていただいて、ぜひ皆さんで履いてウィンターシーズンを楽しんでいただければと思います。